人間にしかできないこと。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問をいただきました。人工知能やロボットといったものが非常に進歩していますが、今後人工知能やロボットが進化すると人間がいろんな分野で仕事をロボットや人工知能に奪われるのではないかということが言われております。そうなった時に人間にしかできないことということを考えると、そこに人工知能やロボットに奪われない仕事というのが見えてくるかと思います。カバサワさんが考える人間にしかできないこととは何でしょうかという話です。この問題私もですねよく考えますね、というかかなり重要な問題だと思います。人工知能のことも最近よく考えますし、人工知能とロボットの進化っていうのはね、本当にもうターミネーターやマトリックスではございませんけど、まあ、SF 映画の世界っていうのが本当に実現しそうな勢いでですね、その人工知能の進化というものが今進んでおります。人工知能というものが進んでくるとですね、いろんなことができるんですよ。で基本的にロボットの技術も進んでくると、ロボットもほぼほぼ人間と完全に同じような動作ができるようになりますよね。おそらくですね、本当にターミネーターの映画のような世界になりますよね。外見から見ても分からないような状態っていうのになりますよね。そうなってきた時に、このロボットと人間の違いっていうのがどこに存在するんだっていうのをテーマにしたような映画とかもたくさんあるんですけども、そんなこともよく考えるのでございますが、感情っていうのは人間しかないというふうに今言われてるけど、この感情っていうのもおそらく疑似感情的なものですね。こういう時にはこういうふうな振る舞うとかですね、ムッとした時に怒るとかですね、切羽詰まると不安になるとか、そういう部分をたくさん分析していくと、コンピューター自体は感情を持たないかもしれないけど、感情を伴った行動を取らせることっていうのもできますよね。そういうふうに人間の行動なんかを詳細に分析していって、元スーパーコンピューターみたいなものでそういったものを処理していった時に、人間にしかできないことってあるのかなっていうふうに思います。まあ、非常に悲観的な結論になりましたけども、でも逆な見方っていうのもあると思うんですよ。例えば皆さんロボットや人工知能にいろんなサービスを受けるようになると思うんですけども、そうなった時に人間以外にやってほしくないことっていうのはどうでしょうか。例えば神主さんとかどうでしょうか。ロボットが来て祝詞を読んでいただいて神様は降りるでしょうか、なんてことを考えるとですね、それは形式上はできると思います。全くね問題なくできると思うんですけど、こちら受ける側としてそれじゃありがたくないじゃないですか。ということを考えると、人間にしかできないことになるとほとんどないと思うんですけど、我々がロボットや人工知能と多分共存していくと思うんですけど、ターミネーターに支配されない限りはね共存していくと思うんですけど、そうなった時に私たちがロボットじゃなく人間にこれはやっぱりやってほしいよねっていうことは残ると思うんですよ。例えば小説なんていうのもそうで、ロボットの小説書いてくるとは思うんですけども、例えば村上春樹のノルウェーの森のようなものが本当にロボットに書けるのかと、今後50年かあるいは100年か分かりませんけど、私は書けないんじゃないかなというふうに思うんですけども、少なくとも私が生きているうちはロボットの小説よりは人間の小説の方を読みたいなと思いますので、そういう人間の書いた小説を買うと思います。ということはそういう職業は残るんじゃないかなというふうに思うんですよね。ということで私たちがこれはやっぱり人間にやってほしいよねっていう職業は結構残るのではないかなっていうのが私の考え方で、一つは私が情報発信っていうのは結構今後も残る、まあ、職業というかですね、ビジネスのタイプとして思うんですけども、そういう人間のキャラクターや個性といったものっていうのは固有のものじゃないですか。だからカバサワが言ってるからこれ面白そうだから見ておこうとか、面白そうだからちょっとこれ読んどこうっていうような部分っていうのは人間とのつながりをもとにした職業なわけですよね。それっていうのは人間の信頼性の上に成り立つものなので、そういう部分っていうのはかなり最後まで残るんじゃないかと思います。まあ、コンピューターも個性を演じることはできるけども、それやっぱりコンピューターの個性なので人間の個性ではないと思うんですよ。そこが将来的には見分けがつかないレベルまでいくのかもしれないけど、多分10年20年ではそこまではいかないと思うので、私たちは人間にこれをやってほしいなっていうサービスっていうのは20年後の社会でも多分残ってるんじゃないかなと。おそらく神社の神主さんはロボットをやってないんじゃないかな20年後にはっていうのが私の考えです。